中街道は、奈良市から、柏原市を経て、五条市に至る街道。古代では、下津道と呼ばれた古代感動の一つであった。七世紀中頃に、奈良盆地を南北に走る街道、下津道として整備された。三瀬丸山古墳の全面を起点とし、藤原家の西四坊王子から、奈良盆地の中央をまっすぐ北へ進み、平城家の須坂王子に至る。柏原市から、 大和郡山市にかけては、現在の国道を24号の約250メートル正方に、並行する。北は、奈良山の平坂を越えて、山城の道になり、南は、京の丸山古墳までが直線道で、日の熊からは西南に向かう小瀬道となり、内を経て木の国境の松地山を越える時の川沿いの、木道に達する。奈良時代には、アスカ、 藤原京と平城京を,をまっすぐつなぐ大道として、盛んに利用されたと思われる。しかし長岡京、平安京への先都の後は衰退して維持されなくなった。その道路時期は、現在、一部で寺川などの稼働に利用されている。奈良から市のもと、丹橋を経て、桜井に至る道が、上海道、郡山から高田に至る道が、下海道に対し、その間を通る道が、 中海道と呼ばれるようになった。平安系戦と後は、平城京自体が衰退し、町の中心部は、東の若草山のふもとに移り、かつての下津道をたどる道筋も少し東へずれる、ことになる。中世以降の中海道は、奈良町の西から八木、古瀬を経て、北内で河海道と合流する道筋となる。奈良から八木まではほぼそのまま、国道十四号に沿っている。 ありがとうございます。